レッスン受けたりするんですから受けるようになったら、きっかけはね、やっぱりもっと自分が強くなりたいと思って、で若いコーチにいろいろ教わって、もっともっと強くなりたいと思ったからです。楽しみにいたかったから、コーチに教えられて、どんなところがいいですか、コーチについて。いろいろなね、そのテクニック的、今まで私にこう経験したことないようなテクニックを教えてくれたり、だから精神面とか、そういう、まあ、駆け引き、テニスの駆け引きとか、そういう駆け引きでのテニスしての楽しさとかいうのも教えていただきました。はい、すごい上手に教えてくれる、すごく楽しいです、ね、ありがとうございます。上方向には行きますよね。なのでこうやって構えるんで、そこもペアのボールが最後キーなんじゃないですか、はい、で目線をどうするその今みたいな大円を置きたいんだけど、ああ、待った。